はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が11月1日火曜日になりまして、イベント更新とガチャ更新がありました。イベントは、通常の S ランクが獲得できる、スターロードで、ガチャはアニバーサリープレイヤー第1弾が登場しました。で、アニバの選手がね、登場したということで、第3特殊能力が変更されています。今までは、熱狂だったかな、熱狂という、特別な特殊能力だったんですけれども、今回は、祝宴というね、特別な特殊能力に変更されました。その特殊能力がですね、めちゃめちゃ強いということで、アニバの選手のね、能力も見ていこうかなと思います。良ければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、ぜひともですね、この動画にね、高評価の方よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。お知らせの方に来まして、1日にアニバーサリープレイヤー第1弾が登場しました。で、選手の能力に関しては、通常からプラス1の能力で登場しています。で、こちら、お一人様一回限り無料で引けるアニバーサリープレゼントスカウト開催中。皆さんのですね、当たった選手に関しては、ぜひともね、コメント欄で書いてもらえればなと思います。で、ガチャ内容は、いつも通りの購入3回目アニバーサリープレイヤーの選手1人確定。で、購入6回目、自チームアニバーサリープレイヤーの選手1人確定。こういった内容になっています。そして、ミキサーも開催されています。で、イベントなんですけれども、スターロード開催、11月8日火曜の14時59分まで、開催されます。で、その他、マンスリー感謝祭のね、情報も来ているんですけれども、これに関しては後日ね、ちょっと変更点があるということで、後日まとめていこうかなと思います。で、その他、期間限定、1000円で110エナジー、こういったものも来ています。ということで、選手見ていきましょう。ヤクルトの方から見ていきましょう。山田哲人選手が登場しました。通常からプラス1の能力で登場しています。75、84、80。で、守備数値とかはね、ほぼほぼ変わっていないと思います。そして、こちら特殊能力なんですけれども、パワーヒッター、選球眼、回、そして祝宴というね、新特殊能力が追加されています。で、打者の能力をね、見ていくと、ミートをショーアップ、投手の制球をショーダウン、投手の球威をショーダウンと、打者に関しては、変わっていません。ミートがね、上がって相手の能力を下げる。こういったね、特殊能力が、今回、アニバーサリープレイヤー第1弾で、追加されています。阪神見ていきましょう。大山選手が登場しました。いや、写真かっこいいね。阪神純正やってるんで、大山さん欲しい。72、79、68、称号で、パワーAにすることができます。で、守備数値ね、こういった感じになっていますし、特殊能力、パワーヒッター、広角打法、回、祝宴、連発という特殊能力は通常持っているんですけれども、アニバの方が強いかな、このミートをショーアップしてくれる。連発はホームラン打たないと特殊能力発動してくれないということで、通常とアニバの場合はアニバーサリーの方が強くなっています。そしてこちら、巨人坂本選手、4年ぶりの、アニバーサリープレイヤーになります。自分で獲得しようと思っている選手。いや、かっこいいね、坂本さん。弾道は特殊能力よりパワーヒッター79、78、74。称号の飛ばし屋でミート A、パワー A の同値にすることができます。で、守備数値はね、こういった感じになっていまして、特殊能力、広角打法、パワーヒッター、回、祝宴。能力はね、同じ効果になっています。広島は堂林選手が登場しました。ラインドライブ66、70、74の総力型。で、守備数値はね、こういった感じになっていまして、ファースト、サードの適性が C。で、ライト、レフト守ることができます。特殊能力は広角打法、ラインドライブ、回、祝宴。中日は、高い選手が登場しました。球威がなんと80。で、制球68、スタメンは73。で、球種なんですけれども、特に変わっていません。横ツーシーム。で、投手のね、特殊能力見ていきたいんですけれども、祝宴投手と見てください。これめちゃめちゃ強いです。ファンの声援に力を、ファンの声援を力に変える、制球ビアップ。で、打者のミートを中断。打者のパワーを中断。いや、これ強すぎるでしょ。対強打者の、そのアニババージョンかな。いや、対強打者持ってる方は山本由伸投手なんですけれども、戦ってみたらね、わかると思います。能力ね、ゴリゴリ下げて、結構ね、強い投手になってるということで、いや、この特殊能力いいね。ちょっと迷ってくるね。選択で、対ピンチバージョンの田中さん、千賀さんをね、取ることをお勧めしているんですけれども、対強打者バージョンの田中さん、千賀さんも、ありなんじゃないのかなと思います。あとは、発動率がね、どれぐらいなのか、昔ですね、100% だったんですよ。昔、エキサイティングプレイヤーの特殊能力かな。ミート中断、パワー中断 100% だったんですけれども、多分 60% かな。100% だとね、ぶっ壊れてしまうので、60% の確率でミートを中断、パワー中断、そういったね、効果になってくるんじゃないのかなと思います。
横浜は、ソト選手が登場しました。アーティストパワー型パワー A で守備数値ね、特殊で C にすることができます。特殊能力がアーティスト高角打法回縮炎。オリックスは、杉本選手が登場しました。77、81、74のパワーヒッターで、特殊でライト C にすることができまして、特殊能力高角打法パワーヒッター縮炎。ロッテは荻野選手が登場しました。弾道中弾道81、70、83の総力型で、守備数値はね、レフトの適正が C になりまして、センターが C、ライトが D になります。で、特殊能力が盗塁流し打ち回縮炎。楽天は田中将大さんが登場しました。82、83、84で、球種はほぼほぼね、変わっていません。ツーシームスプリットで、特殊能力キレコントロール回縮炎投手で、ミートが、中段パワーが中段。いや、これほんと迷うね。いや、別に山本由伸投手対ピンチないんですけれども、対強打者があるということでかなり強い。これをの田中将大さんアニババージョン考えると、まあ、こちらもね、使えてくるんじゃないのかなと思います。いや、2体持ちしないといけないね。いや、強すぎる。ミート中段パワー中段は。で、ソフトバンクは千賀選手が登場しました。84、71、82で、球種なんですけども、ほぼほぼね、変わっていません。で、特殊能力脱三振伸び返し縮炎投手。いや、ミート中段パワー中段か。いや、欲しいな、使ってみたい。この千賀さん使ってみたい。日本ハムファイターズは宮西さんが登場しました。80、78、64で、球種なんですけれども2種スラーブを持っています。で、特殊能力めちゃめちゃ強いです。対ピンチ20丸、対ピンチがミート中段パワー中段で、キレでミート中段で、縮炎でミート中段パワー中段。いや、とかチートすぎない？宮西さんね、来年能力下がるんで、いや、これほんと迷う。坂本さん取るかね、ちょっと迷うよね。いや、チートすぎるでしょ、さすがに。これ強ない？宮西さん。いや、ちょ、迷うな。欲しい。宮西選手。でも60連1人しか取れないんでしょ？いや、坂本さんどうしよう。いや、迷う、マジで。そして最後、西武が中村さんになります。弾道アーティスト74、77、67、称号でパワーAにすることができます。で、守備数値適正 C でアーティスト広角打法回縮炎。12球団の選手見ていったんですけれども、今回ね、投手がかなり強化されています。選択契約書でタイピンチバージョンね、取ってほしい、おすすめしているんですけれども、実はアニバの方がね、強くなっている可能性があります。だから自分はちょっと60連目はステイかな。ちょっと考えて60連目はステイして、今回50連目まで引いていこうかなと思います。で、能力、また新たに明日かな、どういった選手を取るべきなのか、そういった動画を出すと思うので、ぜひともね、そちらの動画を見てもらえればなと思います。ということで、ガチャ引いていきましょう。ガチャの方を引いていきましょう。まずは無料10連。これね、運が良ければ2枚抜きすることができるんで。ここで投手陣欲しいな。投手陣誰か。千賀さん、アニバ、田中将大さん。で、あとは宮西さんか。投手陣欲しいね。ちょっと、宮西さんチートすぎん？強すぎるでしょ。ハイピンチでミートパワー中断でしょ。坂本さん、これ来るでしょ。坂本さん確定？これ確定演出でしょ。坂本さん確定じゃない？え、そうでしょ。7、8、9、え、確定？ちょっと待って、声が。やったー、坂本さん確定、確定演出来た。確定男。えぐ確定男やん。これぞ確定男。これは宮西さんか。宮西さん、ぜひとも高評価よろしくお願いします。昨日ね、この動画に高評価を合わせば神引きできますということを言ったんですけれども、確定坂本さん来ました。これはでかい。無料で確定はでかい。ちょ、待って、確定連呼してるけど、連呼しすぎてるけど、いや、本当に、なんなの？でかすぎる。すげえ。いや、これ、自チーム変えれるぞ。自チーム変えれるな。宮西さん、じゃあゲットできるんで、宮西さん、いや、田中将大さん、ちょっと変えるか。60連目はね、ちょっと待とうかな。いや、
ちょっと一回待つわ。一回動画外で引きます。どういった選手取るのか。いきます。10連目。わー、これでかすぎる。投手陣取れるのはでかいな。おかしいでしょ。テンションがおかしいって。何？これももしかしたら？もしかしてだけど、あー、さすがにないか。S 確定、これで何パーや？ 30% か。30% 引けるのか。高倉さん。行く。柿沼さん。行こう。4、5、6、7、8。うわー、ポーンスでノーヒットノーラン。日ハム。確かに自チーム日ハム変えたけど。30% 引けないか。お、大山さんいいね。30% いけないか、ここ。まあ、さっきの確定で結構、あれ使ったからな、うん。え？オンスカウトが S ランク出た場合 50%。2分の1引けなかったんやけど。まあ、それはちょっと、あれやな。でもさっきのでやっぱ使いすぎたな。よしくん、レッツゴー。銀。うわ、2分の1引けないか、50%。うわぁ、50%行きたかったなぁ。さあ、いやー誰取ろう。迷う、マジで。宮西さんはでも来年能力下がるんで、宮西さんかな、中継ぎやっぱ、一番使うんで、いやでも対強打者版田中さんも悪くはない。あ、吉野部さん、じゃあその第2弾か。うわ、でも青柳さんは純正強化のために欲しいんで、いや、投手の強化でかなり変わってくるな、アニバ。ということで30連目いきましょう。投手がね、価値を増したな、投手が。アニバ。これはいいバランス調整やと思う。だって投手はね、タイピンチバージョンの方が強かったんで、選択をね、お勧めしてたんですけれども、これで変わってくるな、アニバの選手も価値があるっていう、投手は。5番回。30連目。誰が来るのか、中村さん。A ランク荻野選手、荻野さんね、去年、荻野さん出たんで、言って今年出ないでよ。さあ、誰が来るのか。おー、かわりくん。中村選手か。で、その左、投手欲しかった。あ、おかわりくんも悪くはない。うん。あ、おかわりという特殊能力バージョンがあるんで、2体持ちかな。中村選手、いいね。いやー、どうしよう。千賀投手。でも、ワールドスター出るからな。いや、でも、ワールドスターなんかツーシームシーノとかで出そうやしね。でも、スプリーも強化されてるんか。岡正宏さんは、さやにシリーズに自分持ってるんで、西さんかな、取るんであれば。迷いまして、結局取るのはもう宮西さんになります。宮西さん、やっぱ中継ぎ枠、これ強すぎるでしょ。タイピンでミートパワー中段、キレでミート中段、中段がね、3個あるんで、やっぱ宮西さん取ります、ここは。千賀さんはワールドスター来るし、田中将大さんは、ツーシーム C バージョン、タイピンチもあるんで、やっぱ中継ぎ、だって藤川さんに並ぶ、次に強いぐらいの投手になるかもしれないんで、さすがに宮西さんかな、ここは。10分ぐらい考えたんですけれども、宮西さんは、あ、そう、確定か。よしよしよし、OK。いや、確定演出、2回目。この動画で確定演出って何回言ったの、確定。数える方はレッドのコメントなんで。おー、来ました、ラオ。このポーズしてるわ、今。リンゴさん。さあ、宮西さん。いや、やっぱ宮西さん強いわ。うん。宮西さん、2本目出そうかな。最速で使ってみた動画。宮西さん行きます。最速使ってみた動画。はい、ということで、11月1日火曜日に、イベント更新とガチャ更新がありました。まあ、イベントはね、スターロード。で、ガチャはアニバーサリープレイヤー第1弾、無料10連がね、来たということで、まあ、今回の動画でね、まあ、ガチャとか、まあ、選手とか見ていきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、もうすぐね、4万人ということで、チャンネル登録と、まあ、ぜひともですね、この動画に高評価を押せば、まあ、確定でね、選手を獲得でき、まあ、獲得できるんですけれども、いい引き、神引きができるかもしれないということで、まあ、ぜひともね、高評価の方よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。